プリート2日目。おはようございます。大会まであと3日ということで、今日がカーボディプリートの2日目になります。今ちょうど有酸素で、有酸素後ですごく声がしょぼんとしているんですが、見えますか私の腹筋。ベデン、もうほぼ掴める脂肪がないです。ピッチピチだったレギンスのウエストがゆるゆる。体の調子は思ったより元気です。炭水化物減らしてすっごいもう頭回らなくなるかなって思ったけど、いつもよりぼーっとはするんですけど、でも全然元気。はい、今日も一日頑張っていきたいと思います。はいそして大会に出るって決めてからの私の毎朝のルーティンになってるコテを巻きながらバキュームということをやっていきます。私はだいたい30秒を5セットずつ、10秒のインターバルを挟んで毎朝コテが巻き終わるまでやってます。髪が巻き終わりました。はい、こんな感じで大会に出るって本当に時間がなくって、1日に1時間半有酸素して、トレーニングも1時間半ぐらいやって、プラスストレッチ、ほぐし、そしてバキュームとか、あと食事も回数が増えるので、本当に1日を通して時間がないので、こういう隙間時間にコテを巻いてる時間にバキュームとか、あとはお風呂が沸くまでストレッチとか、そういう風に時間を有効活用してきました。ではこれからリプリート中の朝ごはんを作っていきます。レボプロさんの冷凍卵白を使って、レボプロさんの YouTube チャンネルでみはるさんが作っていた塩昆布のオムレツがすっごい美味しそうだったので、今日はそちらを作っていこうと思います。朝ごはんが完成しました。レボプロさんの冷凍卵白を使ったホワイトオムレツ塩昆布のせでございます。みはるさんのレシピぜひチェックしてください。これはやばい、めっちゃ美味しいです。オムレツに塩昆布をのせるっていう概念がなかったんですけど、リプリート中の楽しみが増えました。みはるさんありがとうございます。そしてこのね、レボプロさんの卵白、本当にふわふわで美味しいんですよ。なんか牛乳を混ぜたぐらいふわふわにできるので、すっごいおすすめです。そして今日の脂質はこちら、ロカボナッツ。明日明後日と大会に向けてどんどん忙しくなるので、先にゆで卵を作っちゃいます。はい、外はめちゃくちゃ気持ちよくて20度ぐらいあるんですけど、私の今の体脂肪率 12% ぐらいで、体感の温度が真冬なので真冬ジャケット着ています。はい、で前回の大会で学んだことが、大会前日ってトレーニングもしないしリカバリーなので、めちゃくちゃやることがなくて暇なんですけど、心の余裕がなくて大会の準備が結構あたふたして、それで疲れたりむくみの原因になったりもしたので、今回は大会3日前ですけど、少しずつ当日の持ち物とかお弁当を準備しています。鶏の胸肉と鮭を買いました。いつも通り水2本と炭酸水、あと大会前日にもう一回スプレーターに行くので、その前にやらないといけない脱毛クリームと、レイチェルと翔太さんおすすめのメディキュア。大会の当日の持ち物も結構いい感じにもう全部準備できました。まだぐちゃぐちゃしてるんですけど、一応この中に全部必要なものは入ってるはず。次の仕込みは皮を剥いだ
鶏の胸肉です。ズームミーティングが終わって今お昼の3時です。キャベツと鶏胸肉いただきます。はい、これからトレーニングに行ってきます。減量ってめちゃくちゃ大変だけど、今回この減量をしてよかったなって思うことの一つとして、自分の限界を超えるシーンがたくさんあるので自信がつく、自分って自分が思ってるよりもこんなに強かったんだって思うシーンがたくさんあるので、やっていてすっごい大変だけどめちゃくちゃ楽しいです。はい、ってことで今日は最後の上半身トレーニング、翔太さんに追い込んでもらいます。行ってきます。カーボディプリカもうロレカーボディプリ途中に限界を超えました。マイ減量コーチ翔太さん、翔太パワーです、すごいです。はい、翔太さんのパーソナルトレーニングとポージング練習、ビキニとモノキニ両方終わりました。はい、腹ペコなのでお家に帰ってご飯食べてこようと思います。帰る前にちょっとだけマッサージ感で石鹸ほぐしてから帰ってます。ヘイパーボー、シングレンでヒールをいっぱい履いてるとめちゃくちゃふくらはぎがむくむので、ふくらはぎはしっかりと最近ほぐすようにしています。こちらも最近の毎日の楽しみです。カーボディプリート3日目、朝の腹筋です。結構もう水も飲んだので水っぽいんですけども、いい感じのコンディションです。翔太さん曰く今日が一番やばい日です。もう起きた瞬間から力が入らないのが分かって、朝起きてから携帯何回落とすんだっていうぐらい手に力が入らないし、有酸素運動に出る前も忘れ物ばかりして、頭がぼーっとしている状態で、それはいいこと。エンディングを撮るのが次の日になっちゃったんですけども、大会まであと2日ということで、精一杯できることをやって、モチベーションそして自信マックスでステージに立ちたいと思います。前回に比べてやっぱり自信が違いますね。体はすごい疲れてるんですけど、心はめちゃくちゃ元気です。こんな感じで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。そしていつも応援ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。